はい、じゃあ続いてね、電気、導電率ですね、はい、通称 EC 値を測りたいと思います。で、まずね土を用意します。で、あのペーハー計のように土にこの検査する機械をね挿して、センサーを挿して測るのではなく、水溶液にしてね、その上澄み液を、計測するらしいんでね、今その準備をします。話しながら入れてると入れすぎちゃうのか、ちょっとゴミは100、今50ぐらいかな。まあね、土なんで正確に測れないんですけどね。まあ一応これ 500cc なんで、土1に対して水が5だそうです。5倍の量で、だいたい今100まではいってないな、ちょっと減らそうか。あの 500cc で500にしますと、もうこの器いっぱいになっちゃいますんで、ちょっと内場ですね、80ぐらい。まあこれもかなりいい加減なんですけど、一応80としましょう。で、80で、5倍ですと5波40なんで 400cc ですね。よいしょ。で、これはあのうちの水道水にしました。まあとりあえず指定ないんでね、水を5倍入れなさいっていうことなんで、はい、これで、400、よいしょ、猫が来ましたね。これ、お前、それや、ダメ、飲んじゃダメ、お前、まったくもう、こら、飲むなよ、お前。はい、で、かき混ぜて、この上澄み液をね、測るそうです。よっこいしょ。もみ殻がいっぱい浮き上がってきますね。はい、じゃあこれをね、ちょっと放置して、下にね、沈殿するまで、ちょっと時間を待ちたいと思います。その間にね、測定器の方を準備します。あーい、こらな、なんか餌と勘違いしてんかな、この猫たちは。おいおい、匂い嗅いだって食べられねえぞ、それは。はい、そういうことでね、動画の方は一回止めます。はい、じゃあ約ね1時間放置して、だいぶね下の方に沈殿しましたので、これから測ってみたいと思います。いや、これにしてもちょっとこのゴミを少し取ろうか。ちょっとねもみ殻がだいぶ浮いてるんで、ちょっともみ殻を取ります。はい、じゃあね、これをつけて、はい、スイッチを押してホールド、262って出ましたね。はい、はい、じゃあこれで終了になります。よいしょ。この数値が高いのか低いのかってね、ちょっと部屋に持ち帰って検討してみないとわからないので、よいしょと。はい、で、取説にはね、水で洗ってくださいと書いてありましたので、よっこいしょ。はい、水道水でね、よいしょ、軽く洗い流して、終了になります。262ですね。はい、じゃあ電源切ります。あと1回電源押せば切れるのか。あ、ホールドになっちゃったな。あ、多分オートパワーオフで消えると思うんだよね。はい、
じゃあ262、測定完了になります。